戦争を止めよう、その2です。 沖縄南西諸島における自衛隊配備とミサイル計画、どんどんミサイル攻撃もできるように変わっていっています。日本全国に大分にも行きましたが、例えば弾薬庫がウコスカやいろんなところにも作られる、そして UV にまさにミサイル発射、ミサイル発射ができるようにする、そのこともどんどん日本全国広がっています。まさに日本全体が不沈空母になっていくような、 そして、敵基地攻撃能力保有。集団的自衛権の行使で敵基地攻撃をバーンとすれば、相手国から見れば、それは先制攻撃とみなされます。日本が反撃を受ける。日本全土が戦火にまみれる。そのことが起きます。日本は戦争してはなりません。攻められてないのに集団的自衛権の行使で戦争する。それは絶対にあってはなりません。戦争を止めよう。戦争へ 向かう道を止めていきましょう。